波紋を感じる。Yeah!
てこい。そう。せいれちん。ちん。またまた。無視してるって、誰かが刻んでやるぜ。テペリのおっさんよ、俺にもよ、その波紋法とやらは可能か。やってみたいんだ。
教えて、教えてくれよ。無理だよ。なんで？おい、てめえ、なんでだよ。なんで俺にはできねえんだ、この野郎。ズバッと言ってみろ。ジョジョはこうしてる今も、わしの教えた呼吸法を連続してやっておる。特別な呼吸を意識せず、昼も夜、起きている時も眠っている時も続けるというのは大変なことなんだ。万人に一人の適性。そしてジョジョは悲しすぎる過去と重すぎる未来への責任を背負っているからできるのだ。ものすごい精神力なのだよ、これは。わしも5000年の歴史を持つチベットの達人のもとで何十年と修行してやっとこの程度だからね。スピードワゴン君、君には背負っているものがいまいち軽いというのが自分自身よく分かっているよ。そうかもしれねえ。でも俺もあんたらの力になりてえんだよ。この俺に黙って見てるだけにしろってのか、ゼベリンの旦那よ、てめえ。この町のどこかにディオのやつがいると思うと、野郎だけは許せん。俺は物を盗むが、あいつは命を盗む。ま、一時的になら君の肺を動かす横隔膜の筋肉を刺激して軽い波紋なら作れるようにしてやるがな。本当か、やってくれ。はじめは少し苦しむが、いいかな。いいぜ、ズバッとやってくれ。思いっきしな、どんとこい。行くぞ。おお。ゼペリさん、どうかしましたか。いや、その、ちょいとミスった。指が滑っちゃった。いや、ごめん。すまない、スピードワゴン君。どうも、